こんばんは。シンガーソングライターの流れ剛です。第64回目の流れのおたちゃんをお送りします。早いものですね。今日は8日金曜日の9時半ですね。はい。まあ、後でね、コロナ関連の話は後にすることにしますね。今年のね、元旦にですね、僕は、何十年ぶりかにね、女房と二人きりで初詣をしたんですが、ね、まあ、僕にしてはちょっと、まあ、珍しい出来事なんで、毎年ね、子供たち、そして孫たち、ね、それで僕たち入れるとね、12名ぐらいになるんですよね。で、毎年正月に集まって、ああだこうだ言いながら飲んで、ね、それから、門前仲町の、深川不動尊に初詣に行くんですよ。これもずっと前からの、ね、習慣です。ところが今のこのコロナの状況で、なんせ、子供たちもいますんでね、ちょっと今年はやめようじゃないかと思います。まあ、しょうがないですね。それでね、まあ、そうは言ってもね、まあ、近所のね、あの、神社で済まそうかと思ったんですけど、僕の息子はね、なかなか親孝行でね、僕の、のお店に、毎年ね、熊手を買ってくれてるんですよ。はい。熊手をやっぱり収めるところはね、やっぱ近所でダメですから、深川不動尊に行こうと思って、久しぶりに女房とね、行ったんです。ね。元旦、すごくいい天気でしたよね。さぞね、混んでるだろうな、と、まあ、思って行ったんですけど、ね、こう、今、写真が何点か撮ってきたんですけど、今年はね、やっぱりコロナのせいかね、いつもの半分ぐらいしかお客さんがいなかったですね。僕らも、弟は、スムーズにね、1時間もあったら、もう家に帰ってましたからね。まあ、そんな状況で、やっぱり、今の思想をね、反映してるなってことをね、実感しました。ね。まあ、久しぶりに、女房と二人きりで、お参りをしたという、まあ、話ですね。僕にしてみると結構珍しいですね。それでね、それにしてもやっぱり今のコロナはすごくなりましたよね。イギリスからの変異種とかもなんか来てるそうですね。僕は今年正月は5日から仕事始めたんですけど、6日東京1591名ですか。で、昨日の7日2447名ですかね。そして、それに慌てた、菅政権ですね。緊急事態宣言を、発令しまして、それで今日はどうだったのかな、やっぱり多いですよね。2300ですよね。まあ、とにかく、昨日と同じぐらいに、すごい数でしたね。うん、こうなるとね、もう慌てますよね、はっきり言ってね。テレビなんか見るとね、日本と同じような島国のイギリスですね。すごいじゃないですか。毎日感染者5万人ですね。1週間も連続続いてるんですよ。それに比べればね、日本のね、全国で初めて7千人とか、全然規模が違いますよね。はい。まあ、でも、日本もそういう風にならなきゃいいかな、と。もうそうなったら大変じゃないですか。今でも大変なんでね。毎日5万人なんて聞いたらね、ビビっちゃいますよ。はい、まあ、そうはならないようにね、緊急事態宣言にはね、僕も協力しようと思ってます。ね。まあ、みんなでね、この危機、まあ、本当に危機ですよね。乗り越えて、またみんなで楽しく歌えるようなね、そういう日常がね、戻ってくるのを夢見ましょうね。はい。
で、まあ、僕としてはですね、今まではね、カモンの夜の営業はね、7時から12時までだったんですよ。それが、年末の東京都の時短要請で、7時から10時ね。ね。まあ、それだけでも結構大変なんですけど。で、今日からはいわゆる緊急事態ということで、8時でしょ。これじゃどうしようも、もう一緒のこと、休業しようかと思ったけど、休業っていうのもちょっとなと思って、1時間営業時間を早めにして、6時から8時、値段もちょっと安くして、はい、やることにしました。まあ、そう言ってもね、やっぱり今日はもう誰も来ないんですよ。ね、これからずっと1ヶ月、2ヶ月こういうね、事態が続くんだろうなと思うと、なんかやっぱり考えなきゃいけないじゃないですか。ただ暇で言うと暇だとね、ちょっとしょうがないから。そうだ。こういう暇な時に何がやれるか、ということをまあ考えたんですね。だね、僕のお店ではね、5年ぐらい前からね、お客様に自分の好きな歌を10曲歌ってもらって、それは僕が CD にしてあげるんですよ。結構かっこいい CD ですね。こういう写真がありますね。で、まあ、10曲、3000なんですけどね。まあ、ほとんどは手数料です。儲けがないけど。僕の考えはね、やっぱりもう皆さん高齢者ですから、もう人生の思い出、ね、思い出という意味で、自分の記念になる CD を作った方がいいんじゃないということで、ずっと前から作ってるんですけど、なかなかお客さんがいるとね、録音しづらいじゃないですか。普段はね。そうか。じゃあこのコロナね、8時で終わる、この2時間。絶好の録音タイムだなと思って。ね。もし CD を今のうちに作っておきたいという方はね、ぜひ予約をいただければ、6時から8時あればね、十分に時間があります。10曲歌えるじゃないですか。これを、この期間に皆さんに提案したいと思います、ね。なかなかいい企画だと思うんですよ、僕はね。なかなか低価格で、本当に良心的にいい音で、仕上げもいいですから、ね、やってくれてるところなかなかこの業界でもないと思うんで、ぜひ思い出に1枚。中にはね、もう十何枚作ってる方が何年もいるんです。はい。だからまあ、ぜひね、遠慮なく予約してください。2時間あったらいい CD を作ってあげます。はい。まあ今日はね、まあ久しぶりに、女房と初詣に行った話。そして、コロナがすごくなってきた話ですね。そしてまあ CD を作りましょうという話をさせていただきました。はい。それではね、今日のお友達コーナーはね、山口努さんっていう方がございますね。何回か前に僕がカモンで生バンドをやってたよっていう話をした時にね、動画を送ってくださったんですよ。僕も岡ひろしとクリアトンズと歌ってるよなんていう、そういう動画だったんですね。で、まあ、じゃあ送ってくださいということで、せっかく送っていただいたからね、じゃあ歌ちゃんに入れましょうということでね。ちょっと時間は短いんですけど、立山連峰という歌をね、はい、それでは聴いてみましょう。Thank you.
はい、山口さん、ありがとうございます。これからもね、なんか動画がありましたら、送ってください。ね、私、この山口さんという方、会ったことないんですけど、まあ、よく僕の歌ちゃんにいろんなコメントをしてくれたんですよ。ありがとうございますね。はい。それでは、今日の流れ剛のコーナーはですね、モナリザが、僕のデビュー曲ですけどね、世界の名画のあのシリーズの歌を作りたいと思ってたので、それで作った歌です。ね。ムンクの叫びを聴いてください。時は過ぎ、ララララララ、時は過ぎ、帰らない。あの頃、俺たち迷わず夢見た愛と希望、明日が来ると信じた。若かったのか、時代は過ぎて、見渡す景色変わった。上野の森ではムンクが叫んでた。俺たちだって夢見たんじゃない、こんな時代来るなんて。叫ぼうじゃないか、俺たちだって叫ぼうか、ムンクのように。時は過ぎ、ララララララ、時は過ぎ、笑ってる。時代の流れにすがって生きてた。愛と命の明日が来ると夢見た。甘かったのか、時代は流れ、心の景色変わった。上野の森ではムンクが叫んでた。何かをなくし、めまいを感じ、命の重さなくしてた。叫ぼうじゃないか、俺たちだって叫ぼうか、ムンクのように。上野の森ではムンクが叫んでた。何かをなくし、
めまいを感じ命の重さなくしてた。叫ぼうじゃないか俺たちだって、叫ぼうか無垢のように、叫ぼうか無垢のように。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。ムンクの叫びを聞いていただきました。ね、次回の名前の歌ちゃんはですね、浜由良の恋ですね。一番新しいね、浜由良の恋を、歌ってみたいと思いますね。本当にね、日本中今コロナだらけ、世界でもそうですけどね。くれぐれも注意して楽しくみんなでね、歌える時代が来るように頑張りましょう、ね。一人一人が頑張るしかないですからね。はい、それではまた次回よろしくお願いします。